ネ・ウォルクレーバーはドイツの政治家。所属政党はドイツ社会民主党。1960年代から1970年代にかけて西ドイツの交通省、郵政省、国防省などを歴任した。ヘッセン州、オーバーティーフェンバッハ生まれ、州派はカトリック。国民学校を卒業後、商人の修行を始めるが、石膏の徒弟に転じる第二次世界大戦に、 ドイツ空軍の兵士として従軍。戦後は建設業に従事し、1947年に建設業の産業別労働組合に加入。1949年にはリンブルク・アンデア・ラーンで同組合の先住書記となり、3年後に労働組合が見、祖の編集員となる。1951年にドイツ社会民主党に入党。1955年。 建設業労働組合の副委員長に就任し、1957年から1966年までは委員長を務めた。1966年には労働者向けの貯蓄積立銀行の設立に関わっている。1957年、ドイツ連邦議会議員に初当選。1958年から1年間、欧州議会議員を兼任。1961年、 SPD 議員団代表委員会入り、党内では右派に属した。1966年、大連立によるクルトゲオルク・キー・ジンガー政権が成立すると、交通省として入閣。すべての西ドイツ国民をアウトバーンから 20km 以上離れたところに住ませないというアウトバーン整備計画、レーバー計画を立案。しかし1970年代に実行に移されたアウトバーン整備事業は、 彼の計画からやや変更されている。1969年に連立組会が起こって SPD のビリー・ブラント政権が成立した後も彼は交通省に留任し郵政通信省を兼任した。1972年7月財務省に転じたヘルムート・シュミットの公認として国防省に転じる。彼はドイツ連邦軍の軍人や国防省職員から敬愛され、 兵士の父というあだ名を立て祀られることになる。就任直後の1972年9月11日、正体不明の航空機が西ドイツ領空に侵入し、国防省として迎撃するか否かの対応を迫られた。この飛行機は前日に終了したミュンヘンオリンピックが行われていたミュンヘン、オリンピアスタディオン上空に差し掛かり、オリンピック期間中に、 イスラエル選手団に対して行われたテロ事件のこともあり、難しい対応を迫られた。彼は待つことに決したが、この選択は正しく、実はこの航空機は乗客100人を乗せたフィンランド航空旅客機であり、時期の電子機器が故障したことに気づいていなかったのである。1973年7月、前任者シュミットが推進したミュンヘンとハンブルクでの 連邦軍大学設置を正式に発令。これにより、ドイツ連邦軍は、士官教育の一環として、軍事研究が可能になった。同年、ドイツ連邦軍改革を連邦議会に提示し、陸軍は3個旅団が増設された。1975年には、ドイツ連邦軍に、初めて医療分野に限って、女性の士官人用に道を開いた。1976年、 ナチスドイツ空軍の英雄であるハンスール・リッヒ・ルーデルを空軍の会合に招いて、ルーデルの過去を SPD の重鎮政治家ヘルベルト・ベーナーのドイツ共産党での活動歴になぞらえて正当化した将軍二人をレーバーは退役させた。この人事に保守系野党が反対して反対動議を提出したものの連邦議会における僅査の議決で承認された。1978年、 連邦軍の防御家が彼の女性秘書を東ドイツ国家保安省の協力者と疑い、その自宅を許可なく登場していたことが発覚。レーバー自身は関与していなかったが、シュミット首相の反対にもかかわらず2月16日に責任を取って国防省を辞任した。後にこの秘書は無実であると判明した。この事件は雑誌による暴露で発覚したもので。 同時に、西ドイツ共産主義者連盟に対する盗聴も報じられたが、これについては彼は沈黙した。後にこれは違法であると判断されている。なお、レーバーは1969年に、自分の選挙区の選対事務局長、ギュンター・ギヨームを首相夫スタッフに推薦し、ギヨームは後に、ブラント首相の個人秘書になるが、実は、東ドイツの送り込んだスパイであることが判明し、 ブラントが辞任する事件に発展している。この事件はそうした世相の中で起こったものであった。1979年、連邦議会副議長に選出される、シュミット首相が退陣に追い込まれた、直後の1983年を最後に政界を引退した、労働組合の活動に戻り、1984年には、鉄鋼業労組交渉で、労働時間の週38.5時間への短縮を、 提案している。1981年から1997年まで、青少年、社会政策、教育政策に関わる、国際社会活動連盟の代表、また経験なカトリック教徒として、ドイツカトリック中央委員会に属していた時期もある。1943年に結婚して一時を設けた、夫人は1984年に死去、再婚した後は、 バイエルン州の保養地シェなナはム系ヒスゼーに必税に済んだ。2012年8月21日、長い闘病生活を送った後に死去。91歳没。ありがとうございます。